フライフィッシングを今回教えていただけるということで、ルアーフィッシングなんでございます。ルアーフィッシング、はい、釣れた記憶がほぼないので、難しいんじゃないのかなと思っているので、手取り足取り、はい、いただければと思います。投げてみてください。で、はい、はい、ベールをカチッと下に戻してもらって、巻く。これ締めさないかな。さあ、ついてこい。まだだだ。これはだから本当に10回や20回投げたって釣れるもんじゃないんだろうなってのは、なんかより分かってきました。1時間1本勝負でやりましたけども、結果はゼロ。いやー、残念でございます。いろいろ四方八方では尽くしたんですけれども、はい、目の前にサバがいるのにね。そうですね、トップ虫ヒューって行っちゃうし、うん、貴重な体験というか、釣り竿を垂れながらね、いろいろこう自然を感じられる、そうですね、いい体験ができました。はいはいはい、楽しんでいただけたらというところでございました。はいはい、残念ながら評価はゼロ点ございます。こちらに大きなこれワンちゃんを連れてきていただきましたけど、紹介いただいてもいいですか？はい、この子うちの施設の看板犬のジーナって言いまして、うん、今3歳の女の子です。あ、これで3歳。犬種は何犬なんですか？この子グレートピレニーズっていう犬種でして、うん、まあ、大体これぐらいの大きさで、この子女の子なんですけど47キロ今あります。寒いところのワンちゃんなので、うん、これから雪が降るともっと元気になっていきます。はい、どうもレジーナちゃん、ちょっと撫でていいですか？はい、おおお、匂い嗅いでる。匂い嗅いで、あ、興味は示してる。うん、どうですか、おじさんの匂いは？あまり興味はなかったっぽいですね。軽く、結構面食いですか？そうですね、結構女の人とかの方が好きかもしれない。ちょっとあんた、おじさんの良さが分かってないね。ほら、こっちだ。よいしょ。俺が散歩させられてる感じだよね、むしろね。君が自由に動いて、それになんか俺さんがついてっていう感じだよね。いるかな、こっちがない、こっちが。新栄村は山から湧き出る美味しい水で作られた三大ブランド農産物の天栄米、天栄長ネギ、ヤーコンをはじめ、地酒や醤油、お味噌などたくさんの特産品があります。村のシンボルである羽鳥湖や二俣山のほか、岩瀬湯本、二俣、羽鳥、天栄の4つの温泉地があります。また中世のイギリスの建築様式を再現した英国留学が体験できるブリティッシュヒルズ、釣りやアウトドア体験が楽しめる複合型レジャー施設のエンゼルフォレストや、羽鳥湖畔オートキャンプ場、さらにゴルフ場やスキー場など、たくさんの観光スポットがあり、四季を通じて楽しむことができます。自然に囲まれた庭園村にぜひお越しください。